アローハーエビバリシテゲナベイベー、今県ハワイ、今日のワイキキのコーナーです。はい、今日もですね、このものすごい気を放っている木の下から始めましょう。はい、このねバニアンツリー、今どこにいるかというと、はい、お分かりでしょうか。こうやってね、ハイアットが見えて、ハイアットの横のパーキングタワーのところのお店。はい、そしてここね、ホテル改築してすごい綺麗になったとこなんですよ。オープンして間もなくコロナロックダウン開いちゃったんじゃないかな。すごい綺麗になったんですけどね。はい、今ねあそこにエッグスンシングスも見えたと思います。はい、ちょうどですね、この場所何回か紹介してますが、この場所ね、ここから始めて今ちょっとね散歩で歩いてみましょう。はい、今日ね2020年の、7月の8日、水曜日です。水曜日のワイキキ、今夕方ね5時45分過ぎて、もうすぐ夕方6時っていう、はい、そういう時間です。あそこの ABC はもうガンガン空いてますね。すごいですね、あんなに広くて。はい、でこのエックスンシングスなんですけど、この間は空いてたんですけど今どうなんでしょう。ちょっとごめんなさい、調査不足でした。はい、ここのね丸い形をしたホテルなんですが、何でしょうね、ゴンドラ下げて今工事してんすかね。ちょうどね今ロックダウンのこの時期ね、いろんなホテルね工事してるし、あともうすぐツアーが解禁なれっていう感じで、いろんなホテル整備し直してますね。で休日にぎわうこのビーチなんですけど、今日はもう平日ですから夕方こんな感じですね。はい、先日はね海側から撮りましたけど、今日はこの道を今歩いてるんで、こういう風景です。じゃあまた黙ってしばらく歩きますね。適当になんか喋ります。後ほどよろしくです。あそこのマクドナルドは営業してると思うんですけどね。いや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 、ワイキキビーチタワーはなかなかやっぱり高いな。ここのねラナイからね、やっぱりこのね海見るとすごいですよ。おー、あとこのベンチ、はい、じゃあちょっと座りますか、少しだけ。うわうわうわ、ハト怖いな。ちょうどね今ね夕方6時前って言いましたけど、今日ねそんなに雲がなくて、すごい太陽の日差しまだこんなに強いんですよ。で空もね今日はすごい、青くて、ほんと雲がない時のワイキキのこのね天気ってすごいやっぱ気持ちいいっすよね。はい、どうすか、このベンチで過ごすひととき気分味わっていただけましたでしょうか。はい、この時間ローカルサーファーいっぱい行きますね。はい、じゃあちょっとまだ散歩続けましょう。はい、この正面ねアロヒナニリゾート、ずっと前にあのヤシの木をまっすぐ育てるっていうので一回動画上げてるんですけど、見てくださってます？はい、まだねワイヤー張ってるんですね。っていうかこのワイヤーひょっとしてずっと張ってんのかな。すごいです、ほらまっすぐまっすぐみんな伸びてますね。いい感じいい感じ。はい、こうやって最近プルメリアのね木もねみんな花取らないでしょう。ほら観光客とか、あと卒業シーズンとか、プルメリアねみんな取ってこれ例にしちゃうんですけど、最近そういうイベントが
目白押しにないからすごいね。プルメリアもうね、いろんなとこで満開ですよ。はい、犬の散歩です。犬かわいいですね。ここのベンチのところではいつもなんかローカルの人たち集まってゲームとかしてるですよね。なんかちょっとどうなのかな、どんなゲームしてるのかわかんないですけど、ちょっとやっぱりねあんまり今けんじっくり見たことないんですけど。はい、この辺のお店もやっぱりもう全然開いてないですね。はい、ここのねチーズバーガーインパラダイスもなかなかね海見ながら食べれるところでよかったんですけど、やっぱりやってないよな。ワイキキのお店って結構実はやってないんですよね。まだ観光客入ってきてないんで。はい、ただやっぱりこのビューがねものすごいいいので、本当人が来始めたらもうここはねいろんな人が行き交う場所でしょうね。はい、ということでねゆっくりゆっくりまた歩いてます。ここはやっぱホテルなのかな、バケーションレンタルなのかな、わかんないんですけど。いやいや、ここもねプルメリア満開です。すごいすごい。僕ねプルメリアの木がこんなに高いって実は知らなかったんですよね。すごいですね。よくなんかほら ABC とかでプルメリアのなんか枝みたいの売ってて日本で育てられるよなんて書いてるのあるんじゃないですか。あれなんか全然ほら5センチぐらいしかないでしょ。だから大してでかくないのかなと思ったらこんなにでかくなんですね。ほら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 、すごいですよ。知ってました？はい、あとここなんですけど、いろんなホテルは水巡回させてずっと噴水みたいなの止めてないですけど、ここ止めちゃってますね。ここから水がジャラジャラな、ジャラジャラじゃないか、流れてるんですけど、いつも。いやーけど花が綺麗に咲いてます。あそこもねほら今から波乗りに行く人たちサンセットサーフに向かってますよ。はい、じゃあちょっとビーチに出てみましょうか。いやー、やっぱりこの光ね最高ですね。で、俺が言うなって感じですかね。はい、じゃあね今日の散歩もちょっと短かったかもしれないですけど、こんな感じで最後気持ちのいい場所に来ました。はい、それではね最後逆光ですが、はい、こんな感じの景色で終わりましょう。今日も最後まで見てくださってありがとうございます。はい、 Thank you so much. マハロー、バイ。